個々の利益を優先し人類の存在を脅かした偽りの王政こそが人類憲章第6条に反する。そう主張して王政幹部を拘束した兵団は旧体制に参与していた者たちに容赦のない粛清を行った。人類の中枢にあたる人材を失うことにはなったが、秘密裏に保持されていた技術革新の資料やレイスケ領地の地下空間で発見された光る鉱石、そしてエレンが獲得した硬質化能力など、この内乱を通して人類が得たものもまた大きかった。そんな中、ハンジは技術班と共にとある兵器の開発に注力していた。この鉄の棒が新兵器？せめて槍と言ってくれよ。技術班は私の要望に応えてくれたんだ。中央憲兵が隠し持っていた新技術を導入してね。私の要望とは、つまり鎧の巨人に対抗できる武器が必要ってことだ。敵が硬質化の隙でも見せてくれない限り、私たちはただエレンと鎧の戦いを眺めることしかできなかった。確かにエレンを連れ去って走るライナーを止めることもできなかった。今のところ鎧の巨人に対抗できる攻撃手段は巨人化したエレンの締め技や関節技、それと先日の実験で獲得した硬質化パンチも期待できる。しかしその武器だけで作戦を達成させるのは困難だろう。壁の穴を塞ぐのも重要だが、我々は何よりも壁の破壊者であるライナーとベルトルトを殺さなければならないのだから。それでその槍を鎧の巨人に刺そうって言うんですか？見た方が早い。外に行くよ。威力は見ての通り、雷が落ちたようだろ。だから雷槍って呼んでる。そして鈍重な巨人には有効だが弱点もある。こいつを鎧に食らわせてやるには工夫しないとね。というわけでモブリット、次の予定を説明してあげてくれ。これから我々は壁外に出て、この雷槍ともう一つの新装備の扱い方を習得するために実地訓練を行う。君たちにも協力してもらいたい。すぐに準備にかかってくれ。じゃあ新しい装備の効果検証を始めようか。初の実戦投入、楽しみだね。軍隊長、不謹慎です。まずは部隊を整えないとね。周りにいる巨人を片付けておこう。ふっ、よく見えるよ。あの子は珍しい顔をしているね。討伐するのはちょっと惜しいな。軍隊長、今回の作戦の目的をお忘れなく。ふっ、いや、よっしゃ。さあ行くよ。次だ。はっはっ、よっしゃ。倒しちゃった。倒していいんですよ、軍隊長。この辺りの巨人は片付いたようだね。じゃあっちで新装備の検証を始めようか。ヒャッホー！うん、この辺でいいかな。よく見えるよ。ふっ、まずは雷槍だ。この槍を巨人に突き刺すと体内で大爆発を起こすんだ。どの部位に突き刺すのが効果的か、その見極めが何よりも重要だろうね。相手して、次だ。
慣れないうちは戦いづらそうですね。諦めずに頑張ってください。想定通りだけど、実際に見ると感動するね。さあ、行くよ。できれば捕まえとくよ。次はどんな子に会えるかな。できれば捕まえたかったな。ヒャホーさっヒャホーよっ。あは、雷光の効果は期待通りだけど、扱いはちょっと難しいかもしれないね。ええ、自在に使いこなすには場数を踏む必要があるかもしれません。軍隊長、そろそろ次の装備の検証を始めましょう。シャーあはっヒューよっはっヒャホーヒャホー。準備完了だ。さあ、検証を進めようか。あっちに巨人がいるようだね。行ってみよう。ヒョホーヒョホーヒャホー。対人立体機動装置の特徴は小回りの効く機動性だ。ただし銃は撃つごとに弾薬を消費する。狙いを定めるのも簡単じゃないだろうね。ヒョホーシャシャシャッ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 。そうな子はいないな。
発百中で巨人に命中させるにはあと5万発ぐらい撃たないとダメかな。軍隊長、さすがにその数は用意できません。新装備の効果検証はもう十分かな。上々の成果だったと思うけど。私もそう思います。ではそろそろ帰還しましょうか。分隊長、飛行士が一体こちらに接近中です。今来られるのはちょっと邪魔だね。討伐しておこう。巨人が止まっててくれりゃいいんだが。どうだ、こいつは刃以上に使い手の技量が問われるな。まず当てられるようにならないと検証になりませんよね。やっちゃうよ。はっ、痛くないの。ひょー、なるほど、運用のやり方を工夫すれば大きな効果を上げられそうですね。ひょー、なんか見えるよ。おかしいな、これどうやったら当たるんだ。はっ、ひょー、あとは勝手が違いますね。ヤッホー、倒したぜ。やっぱ俺天才かもしれねえな。弓矢よりも効果は大きいですし、うまく当たれば気持ちいいですね。やりましたね、分隊長。検証の手応えは十分だったと思います。最後に飛行士とも戦えたし、有意義な検証になった。さ、戻ろう。た新たな攻撃手段とエレンの硬質化能力の獲得により、ウォールマリアの奪還がにわかに現実味を帯び始めた。エルヴィンはケニーより入手した巨人化する薬を最も生存率の高い兵士であるリヴァイに託した後、全ての準備が完了したことを確認すると、ウォールマリア奪還作戦を2日後に決行すると宣言した。気の早い話だが、ウォールマリアを奪還した後はどうする。何より防衛策の確立が先だと思うが、その後は脅威の排除だ。壁の外にはどうしても我々を巨人に食わせたいと思ってる奴がいるらしいからな。もっともそれが何なのかは地下室に答えがあると踏んでいる。地下室に行った後に考えよう。お前がそこまで生きてるかわからねえから聞いてんだぜ。その体はもう以前のようには動かせねえ。現場の指揮は判事に託せ。お荷物を抱えんのは真っ平だ。お前はここで家宝を待て。それでいいな。ダメだ、全ては私の発案だ。私がやらなければ成功率が下がる。そうだ、作戦は失敗するかもしれねえ。その上お前がくたばったら後がねえ。お前は椅子に座って頭を動かすだけで十分だ。巨人にとっちゃそれが一番迷惑な話で、人類にとっちゃそれが一番いい選択のはずだ。いいや、
違う。一番はこの作戦に全てをかけることに。おい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 、待て待て。これ以上俺に建前を使うなら、お前の両足の骨を折る。ウォールマリア奪還作戦は確実にお留守番しねえとな。確かにお前の言う通り、手負いの兵士は現場を退く頃かもしれない。でもな、この世の真実が明らかになる瞬間には私が立ち会わなければならない。それがそんなに大事か、てめえの足より。ああ、人類の勝利より。ああ、そうか。エルヴィン、お前の判断を信じよう。兵員や物資の補充、そして新たな装備の開発、あらゆる準備を済ませ、調査兵団はいよいよウォールマリア最終奪還作戦の当日を迎えた。トロストクを出立しようとする兵士たちを民衆の声援が後押しする。かつてこれほど調査兵団が人々の声援を受けたことがあっただろうか。大歓声と夕日の中で、兵士たちはシガンシナクへと馬を走らせる。かつて巨人に奪われた全てを取り戻すために。トロストクを出た調査兵団はやがてシガンシナクに到着。エレンの硬質化能力を用いて外門の穴を塞いだ。穴は成功です。しっかり塞がってます。やった。エレン、調子は？問題ありません。訓練通り次も行きます。では内門に向かう。移動時を狙われぬようしっかり顔を隠せ。調べてきました。地面には野営道具が散乱しています。少なくとも3人が壁の上にいたようです。アルレルト、君はその頭で何度も我々を窮地から救い出してくれた。まさに今その力が必要な時だ。必要な数の兵士を動かし、内門周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。周囲に異常は見当たりません。これよりアルミン・アルレルトの指示に従い捜索を続行せよ。了解。全員で壁を調べてください。人が入れる空間がどこかにあるはずです。なぜそれがわかる？お前の勘に付き合っている時間は。指揮系統を遵守せよ。我々は勝利するためにここに来たのだ。再び二手に分かれ、壁面の調査を。了解。僕らが壁の中の巨人を知っていると敵が知らないなら、そんな発想しないと踏んでいるなら、あるいはここだ。ここに空洞があるぞ。あ、ライナー。くそ、兵長。この巨人の力が、あと一歩命を絶てなかった。
周囲を見渡せ。他の敵を捕捉し。奴は扉を塞いだ。馬が通れない程度になる。まず馬を狙い包囲する。我々の大老たちをここで殲滅するために。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。ディルク・ハンとマレーネ・ハンは馬を死せよ。リヴァイ・ハン並びにハンジ・ハンは鎧の巨人を仕留めよ。各艦は指揮のもと雷槍を使用し、何としてでも目的を果たせ。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に心臓を捧げよ。リヴァイ、お前はこっちで馬の護衛に当たれ。体格の足を失うわけにはいかない。新兵に指示を出しつつ馬を守りきってくれ。俺の敵じゃない。はい、片付け。小さいのが来ている。新兵の多いこの班に任せるのは無理か。新兵、お前らは馬を西側に移動させろ。いいな。馬を狙ってくる巨人を返り討ちにしてやれ。救援要請か。無視はできねえな。あれが巨人。神兵は馬を守れ。巨人どもはこっちに任せろ。馬と神兵か。あまり離れない方がいいな。ありがとうございます。馬の護衛に戻ります。はい。これがねえとだ。馬はなんとか移動できたようだな。はい、リヴァイ兵長、新手の巨人が近づいてきています。馬を連れて北東に転進しろ。急げ。ここは拠点とする。はい、行く。俺の敵じゃない。巨人の数を減らしておかねえとまずいか。3、4メートル級に苦戦し、負傷者が出ている。今の調査兵団は以前のように力がない。だがそれだけの損害を出さなければ決してここまでたどり着けなかった。面白い立ち上がった。救援要請だ。無視はできねえな。はい、行く。はい、
シュートしやがって。巨人が近くに。リヴァイ兵長、戻ってきてください。はい、行く。助かりました。馬の護衛任務に戻ります。エッシュ、すみません。俺の敵じゃない。はい、巨人が救援を。救援感謝します。自分は馬を移動させます。馬の移動が終わりました。これでようやく。報告、北東からさらに巨人が襲来。新兵は馬を連れて壁側へ進め。巨人どもは俺が片付ける。やるくそ、まだ来やがるのか。数を減らさねえと馬を守りきれねえな。面白い暮らしやがって。俺の敵じゃない。はい、面白い奴がしやがった。あいつらじゃ馬を守りきれねえな。早くここの巨人どもを片付けねえと。俺の敵じゃない。片付ける。ここまで来れば。油断するんじゃねえ。獣の巨人、次はどう出る。拠点はここに頼む。目指すはパーフェクトゲームだ。投石による被害は確認中。さらに小型の巨人複数と機甲士が接近中。それじゃもう助からないぞ。俺がどうにかする。お前らは生き残ることだけに専念しよう。面白い奴がしやがった。片付ける。救援要請だ。無視はできねえな。片付ける。邪魔するんじゃねえ。用があるのは貴様の後ろにいるやつだ。汚ねえな。すごい、さすがですね。片付ける。ダメだ、勝てない。片付ける。すみません、死なずに済みました。これ以上馬は殺させません。
倒なのが現れたみてえだな。なんで俺調査兵団なんかに食っちまったんだろう。遊んでる暇はねえ。すぐに始末してやる。お前ら腹をくくれ。死んだか。邪魔しやがって。急いで。俺の敵じゃねえ。馬がやられれば撤退の手段がなくなる。残りの馬の数に注意しねえと。手こずらせやがって。馬は残ってるんだろうな。はい、まだ残っています。仲間がだいぶやられましたが。あっちはどうなってる。エレンは生きてるんだろうな。まさかこれは鎧の叫びか。やられた。ハハハハ。